るセーブですが、これはアウトローいっぱいに決まりました。見逃しの三振、先頭の源田を見逃しの三振に切って取りました高島です。ブルーのストレートでした。まっすぐ打たせてサードへのゴロ、くるっと1回転、胸ワンバウンド送球はちょっとそれましたがタッチしましてアウト。低め空振り、ランナースタートしていきました。キャッチャー森が2塁送球しましてタッチアウト。森が肩でここは見せました。ファーストランナー昼間をセカンドタッチアウトにしまして1回の表西武ライオンズランナーです。どうしても点数取ってくれたとしてもね、タッチはつかないんで、ここは泳がせて、ね、今回までね詰まりました。セカンドへのゴロ、西野が左に一歩寄ってボールを掴んだ、抜いていきました。セカンドへのゴロ、西野から大里に当たりました。初球を野村大樹打ちました。打ち上げてライトへのフライ、北が落下点。電話するってことはそっちの方かなと思って、バットの先でしたがレフト西川前進してきました。チェンジアップを打たせてピッチャーゴロ、高島2回に打たせてショートゴロ、先頭バッター源田を抑えました。そしてバッター岸、これは打ち損じ、ピッチャーへのゴロ、そのまま高島、まあ、時間も短いですしね、これも打ち取ってショートゴロ、スリーアウト、雲よし。さあ高島先頭、まずファーストゴロに打ち取りました。ワンアウトランナー低め打たせた、ショートへのゴロになる、6-4、3と当たってダブルプレー、高島このピンチをしのいでプロ最初の勝利のまずは権利を手にしました。